ご覧いただきありがとうございます。チュンチュンです。冬越ししたのに3月10日にはこんな姿でした。この写真が2月の20日、周りが黄色くなってきて3週間であの状態です。そもそもお迎えしたのは昨年の7月、芋を郵送でいただいたんです。パリパリになった皮を剥いて、キューピーの髪の毛を上にして関節一つ分土に埋めました。土の配合は赤玉酸カヌマ1軽石1、タッパーで密閉して発芽したのは10日後。そこから1枚の葉っぱを大きくしながら冬を迎えました。植え替え作業は23年の4月の18日、根っこはポロッと取れちゃいましたが芋は硬いです。芽を包む鞘は守りつつ、簡単に剥がれる薄皮を取って埋めました。用土は小粒の赤玉酸カヌマ1軽石1でオルトランも入れました。別の芋とともにタッパーで密閉し、およそ2週間、5月2日、なんとなく芽が伸びた気がします。5月21日、窓を開けてたら風でタッパーが飛びまして、植え直ししながら根の確認ができました。めっちゃ伸びてます。5月31日、芽が明らかに伸びました。6月4日、葉っぱが開きそうです。根もさらに伸びてますね。6月の8日から11日にかけて一気に広がって、雨の湿度を利用して外管理に切り替えています。ご覧いただきありがとうございました。